上、シレジア構成は、1945年3月15日から3月31日にかけて、ナチスドイツ占領下のポーランド南部のチェコスロバキアに、接するオーバーシュレージエンへ向けて行われた、ソビエト赤軍による構成である。以下よりドイツ語の地名を使用し、の中に、現在の地名を併記する。ソビエト赤軍によるオーバーシュレージンへの構成は、1945年の、 東部戦線において戦略的に重要な作戦であった。この構成はオーバーシュレージ園にある膨大な産業物資と天然資源を獲得することを目的とし、イワン・コーネフ元帥率いる第一ウクライナ戦線の部隊がその作戦を担った。ドイツ軍にとってこの地域は重要拠点であったため防衛を担った中央軍集団にはかなりの兵力が提供された。 この地域における戦闘は、1月中旬から1945年5月8日までのヨーロッパでの戦争が終わるまで続いた。MG34 機関銃を装備する、シュレージエンの国民突撃対戦1944年のバグラチオン作戦の終了後、赤軍の戦線は、バルト海沿岸のリガからワルシャーを経てビスワ川、カルパティア山脈に至るポーランドのほぼ中央に及んでいた。 しかし、1944年末の時点で、開戦前のドイツ領のほとんどは、まだ第三帝国の支配下にあり、1945年1月12日、赤軍はビスワ・オーデルと西カルパティアへのさらなる攻勢を開始した。主霊支援の前線は、1月の攻勢の後に、確立されており、その間、コーネフの軍は、フリードリヒ・シュルツ不評大小規下のドイツ第17、 軍をカトビッツ周辺のオーバーシュレージエンの工業地帯から相当していた。2月に行われたニーダーシュレージエンへの攻勢作戦ではコーネフ軍の北翼がさらに前進し、ナイセ川まで迫っていた。しかし、南と東部のズデーテン山地周辺には第17軍がまだ戦線を維持しており、赤軍のベルリン侵攻に対する脅威となっていた。 ゲッペルスから二級鉄十字章を授与される、ラウバンの防衛に加わった16歳の、ヒトラー有ンと隊員、ビリー・ヒューブナー中央軍集団司令官、フェルディナント・シルナー元水は、パーベル・ルイバルコ装甲戦車兵原水期下の、第三新鋭戦車軍の戦方部隊に対する、反撃のため、2月中に、第17軍への増援を開始した。第56装甲軍団と、 第39装甲軍団は、バルターネーリング総公兵大将の指揮下に置かれ、3月1日より、北部の第17装甲士団と、相当的弾兵士団、南部の第8装甲士団の両方面からの攻撃を開始した。第3新鋭戦車軍は、不意をつかれたが、3月3日まで、ドイツ軍は、ナウムブルク方面からの赤軍の反撃に、脅かされており、 ネイリング大将は小規模な包囲作戦を行った。ルイワルーの展開していた赤軍部隊は壊滅を避けるためにラウバンから撤退し、町はドイツ軍の第6国民的弾兵士団により奪還された。3月4日までに多数の赤軍部隊は脱出したが、4日後には包囲されていた部隊は壊滅した。局地的な勝利にもかかわらず、ラウバンの町の奪還は、 ドイツ側のプロパガンダでは大戦果と放され、3月9日には国民啓蒙、宣伝省のヨーゼフ・ゲッペルスがラウバンの街を訪れ激励の演説を行った。シェルナーは南東のストリエ川へのさらなる攻撃を進め、3月9日に開始した。二重包囲を行うには十分な兵力ではなかったが、ドイツ軍は3月11日から12日の夜間に、 赤軍の戦線に侵入し、第五新英軍の一部撃退に成功した。シェルナーは、赤軍に包囲されたブレスラウの街を奪還するために、ネーディングの部隊をラウバンから鉄道で北上させ、より本格的な北部への攻勢を組織し始めたが、コーネフは、シュレージエンでの主導権を取り戻すために、断固たる行動に出た。コーネフは、第四戦車軍を、戦線の北側から、 クロットカウ付近に再配置させ、オーバーシュレージエンへの大規模な攻勢の先陣を切って、敵左翼を無力化し、ラティボー周辺の占領に成功した。コーネフは3月15日に大規模な攻勢を開始した。第4戦車軍は、オッペルンの西部で、ドイツ軍の戦線を突破し、そのまま南下して、ノイシュタットを目指した。第4戦車軍の攻撃は、内政の占領を目標に展開された。 オッペルンの南東では、第59軍と第60軍が進撃し、第59軍は西へ移動して、第4戦車軍と合流した。ドイツ第11軍団は、オッペルン付近の戦線を保持していたが、包囲の危機にさらされていた。南部では、第38軍がモラビア高地を背にして防衛している、ゴッドハルトハインジ上級大将級下の第59軍団を攻撃した。 ハインリツ上級大将は3月10日に小規模な撤退を命じており、被害を最小限に抑えることに成功し、第59軍団の戦線は堅固なものとなっていた。クンツェンドルフにおいて行動するドイツ軍、不評部隊 MG34 機関銃の車載型である MG34T を装備し、チェコスロバキア軍のヘルメットを用いる国民突撃隊の兵士オッペルン付近に、 配置されていた第51装甲軍団も撤退を開始したが、武装新鋭隊の第 20SS、武装的弾兵士団と第168不評士団は、ノイスタット付近で第4戦車軍と第59軍の攻撃によって壊滅に瀕した。22日までに、赤軍第59軍と第21軍の両部隊は、オッペルンの包囲網、 魔女の大釜の突破に成功する。赤軍に包囲されていたドイツ軍のうち1万5千人は戦死、1万5千人が捕虜となった。コーネフは3月24日にさらなる攻撃を開始し、ラティボーとカトシェールを奪取し、3月31日に攻勢の完了を宣言した。赤軍によるオーバーシュレージ円への攻勢は、ベルリンへの進撃に備えたコーネフの担当する。 左翼方面の戦線の確保に成功し、ドイツ軍中央軍集団による脅威を取り除いた。しかし、主ジエ衛の戦線は、シェルナーの部隊が完全に降伏するまでは、ほとんど降着状態にあったという。部隊は状況に応じて、軍団間を移動する傾向があった。シーグラゴリークリバシェーブ、アットソルダ、RU ハットダフィー、P139、ビーバー。 P127 ラフィー P141 ラフィー P147 ビーバー P129 ラフィー P146 ガンター P293 ガンター P21 ガンター P255 ガンター P222 ありがとうございます。